三不流脈碑三不流脈碑は1750年琉球王国の最小祭用によって名護に建てられた石碑である石碑の形状が地元で屋敷の正門と母屋との間に建てられる魔よけの兵、貧噴に似ていることから貧噴紙とも呼ばれる碑文は表面に漢文、裏面に和文で書かれている1991年1月16日に 沖縄県の有形文化財に指定された。1750年頃の琉球王国は、首里と名護との間に圧力があり、首都を首里城から名護へ移すことと、名護湾から羽地内海へ抜ける運河を建設することについて、議論があった。これに対して、当時の最小裁判が、自らの考えを風水思想に基づく文言にまとめ、 石碑にして示すことで論争の封じ込めを図ったものと考えられている。1749年3月21日にサイオンが根性し、同年夏に千分し、翌1750年夏に石文が混流された。このため和文の年号は根性した、建立14年となっている。創建当時は現在位置より数十メートル離れた場所にあったとされる。は、 琉球王国の創始者が神の目を持って首都と定めた場所であり安易に戦闘すべきではない。琉球王国は国神府、中神府、島尻府の三府全体で一体をなす竜のようなものであり、運河を掘ると竜脈が分断され、竜の勢いがそがれてしまう。石碑は重要ものとして扱われ、1847年、フランスの軍艦が琉球王国を脅かした際には、 名護番所の役人が盗難を恐れて、石踏みを地下に埋め保護した。1945年の沖縄戦で所在不明となり、後に高知川の川床から破片の一部が発見された。この破片は名護博物館に保管されている。名護の玄関口を守護し歴史的にも貴重な石碑を復元しようという声が上がり、1952年6月に当時の名護町町長、 ヒカ宇太郎が復元を検討した者の,の財政難などのために断念している。1958年11月に、名護町史跡名称天然記念物調査保存委員会が発足して復元事業が始められ、1962年に新しい石碑が完成した。石碑の再現にあたって、歴史学者東、女漢順が保管していた拓本が用いられている。 復元された石碑は、貧噴がマ丸の樹下に設置された。三不流脈碑の復元を記念して、PP8 から 19ABC、名護ひ文記像補版、三不流脈碑の復元を記念して、PP7 から8、名護600年史、P45 名護市教育委員会社会教育科編、発行、名護市の文化財、第4集、P62、1997年。 サンフリューミャクヒの復元を記念して、PP5 から7。サンフリューミャクヒの復元を記念して、PP22 から23。ありがとうございます。